下面、我们来看第三天。三日目、かじった途端、刚咬了一口。リンオをかじった途端、倒れました。刚咬了一口苹果。就倒下了。それではまず、途端の使い方を見ましょう。首先、我们来看かん、途端という音波。途端というのは、ちょうどその時という意味です。拡張詞。2を伴って、 的も有时我们会在“突然”的后面加上个助词“に”，把它作为一个副词来使用，表示正在这个时候。我们再来看一看“突然”这个词的接续方法，它主要接续在动词的简体过去式的后面，当然也可以接续在连体词的后面，比如说“そうなと a ん”、“そうなとだんに”。门打开了，突然，强烈的风儿吹进来了。 開けた途端というのは、開けると同時にという意味です。刚打開窗户、就刮进来一銭大风。開けた途端在这里、表示、欲打開窗户同时。もう一つ。お酒を飲んだ途端、顔が赤くなった。刚喝了一口酒、臉就红了。飲んだ途端、つまり、飲んだらすぐにという意味です。刚喝酒、酒。どうですか、皆さん 途端の使い方を身につけましたか我们再来看下面の例句。ごちそうを食べようとした途端に目が覚めた。做そうで行くも吃好吃的就醒了始まった途端に終わってしまう試合もあります。有些比赛、刚刚开始、就结束了。私が生えた途端に彼は出ていった。我一进去、他就出去了立ち上がった途端に頭をぶつけた。 刚站起来就撞了头。从这些句子我们可以发现，「妥当这个词主要在描述一些状况，它的前后项主语可以不一致。另外，正因为「妥当这个词描述了一种状态，因此也不会出现诸如「駅给你いた途端電話します」或者「駅给你いた途端電話してください」之类的句子。这一点请大家加以注意。下面我们来看「あけぐ」这个词的用法。 騒いたあげく。騒いたあげくというのは、騒いて大変だったが最後にはという意味です。在做了某事之後、結果。あげくというのは、いろいろやってみた結果、あるいは結局のところという意味で、あげくに、あげくの果てというふうに使われることも多いです。あげくよしい事件の結果。 是一种副词性的用法，在句中往往也会出现 a n i k u n i 或者 a n i k u n o h a 这样的形式。下面我们再来看看这个词的接续方式。这个词主要接续在名词 “no” 或者动词的简体过去式”的后面，另外也有可能接续在连体词 “sono” 这些词的后面。下面我们再来看一些例句。 彼は酔っ払って騒いだあげく寝てしまった。他喝醉酒、发过酒疯以后、睡着了。何度も手術したあげく治らないと言われた。手術したあげくというのは、手術して大変だったのに、最後にはという意味です。做了好几次手術、但是呢、却被告知治不好了。除此以外、 比較常用的表達方式還有何回も何々したあげく、繰り返し何々したあげく、散々何々したあげく、あるいは苦労のあげく、等等我们再来看下面的例句。あの客は店の品物にいろいろケチをつけて、そのあげく何も買わずに行ってしまった。那个客人、对店里面的商品挑了很多毛病。 最終什么都没買。いろいろ迷ったあげく、結局、一番悪いものを選んでしまった。犹豫了半天、最後、选择了一个最坏的。彼は、仕事に失敗し、たくさんの借金を作ってしまい、悩んだあげく、自殺してしまった。他工作失敗、借了很多钱、非常烦恼、最中自殺了。通过这些例句、我们不难发现、あげく这个詞。 主要表示一種不良的、消極的后果。下面、我们再来看第三个。悩んだ末悩んだ末というのは、悩んだ結果という意味です。末在这里表示結,結局、結果、这样的意思。悩んだ末進学ではなく、就職することにした。左思右想以後、决定参加工作、不上学了。住民との話し合いの末 その建物の建設は中止となった。和当地居民商量以后，那幢楼的建设终止了。話し合いの末というのは話し合いの結果という意味になりますね。通过这两个句子，我们再来总结一下“しあ”这个词的接续方式。这个词可以接续在动词的简体过去式以及名词加 “no” 这样的结构的后面，表示某事的结局、结果。 另外、也可以以 Seh2、末の的形式出現分別接動詞或者後續的名詞下面、おください。私なりによく考えた末に出した結果なのです。请什么都别说了。这是我充分考虑以后做出来的结论この新しい薬は、何年にもわたる研究の末に作り出されるものだ。这种新药、 是在多年研究的基礎上制造出来的。長期にわたる論議の末、入試制度が改革されることになった。经过長期討論、入学考試的制度、決定改革了。苦労した末の成功は何よりも嬉しいものだ。经过努力而获得的成功是比什么都高兴的事情。続きまして、来たかと思ったらという文献を見ましょう。 斜面、おむらかん、来たかと思ったらずく、中心。来たかと思ったらというのは、来てすぐにという意味です。かと思ったらという文型は、二つのことが相次いで起こること、または二つの事柄が一緒に起こることを表します。かと思ったらずく、中心、表示、两件事勢、相次い发生、或者、几乎同時い发生。そうするとすぐ、あるいは、何々すると同時にという意味です。 切絮在動詞的簡体的過去是他的方面。カットモったらの他に、カットモウトという文献もよく用いられます。それ用カットモったらのよう形式以外、我们还可以用カットモウトが表达同样的意思。あの人は忙しい人で、来たかと思ったらもう帰ってしまった。那个人很忙、刚刚过来就走了。花が咲いたかと思ったらもう散ってしまった。花一開。 就いたかと思ったらというのはいてすぐに。それではもうちょっと例文を見ましょう。は我们再来看一地息子はほとんど家にいない。帰ってきたかと思うと、またすぐ出かけてしまう。今、泣いたかと思うと、もう笑っている。子供の機嫌は変わりやすいものだ。一会儿食一会笑。孩子的心情转变很快。 ドーンという音がしたかと思ったら、電気が消えて真っ暗になった。刚听到ドーンと响了一声、伝灯全灭、变得一片黑暗。雷が鳴ったかと思ったら、にわかに雨が降り出した。刚,刚听到打雷、ま上就下起了雨。では、練習しましょう。ちょっと、練習しようね。練習1。 正しい文には丸、正しくない文には罰をつけなさい。判断下列句子的使用是否正確。1、この薬は食べた途端に飲んでください。これは間違いです。途端这个词主要用于对于一个状況的描述。它的后项往往不会出现主观的句子。飲んでください是一个要求。所以在这里不适用、我们可以把它修改为、この薬は食べたらすぐ。 飲んでください。二、その石鹸を使った途端、手が痒くなった。これは正しいです。三、考えた末、手術しないことにしました。進行考慮決定不動手術これも正確な文ですね。四番、待たされた挙句、まずい料理を食べさせられた。 等々很久。结果、直接吃了一些很難吃的东西。5. あちこちの病院へ行くあげく、やっと元気になった。これは間違いです。行くあげくじゃなくて、行ったあげくのはずです。つまり、ジェシーファンス出現の問題、应该是行ったあげく。続いて練習2です。6. あの二人、さっきまで喧嘩していたかと思ったら、もう仲良くしている。那两个人 刚刚还在吵架，现在已经和好了。彼は約束の時間に遅れて来たあありもしなかった。他迟到了，没有按约好的时间过来，最终却没道歉。